大ニオイガメ属は、カメモク、ドロガメ科に属する属。大においがめ赤の模式属。模式種はスジオオニオイガメ。エルサルバドル南部、グアテマラ、ベリーズ、ホンジュラス北西部、メキシコ最大種は、スジオオニオイガメで、最大高長37.9センチメートルとドロガメ、火災大種。最小種は、サルビンオニオイガメで、最大でも、 高長25センチメートルと泥が亀家内では大型種で構成される。廃坑はややドーム状に盛り上がり、上から見ると中央部よりやや後方で最も幅が広くなる細長い大円型。高甲板は縦幅が短く横幅の長い長方形。C 甲板とあばら甲板にはそれぞれ一つずつ、計三つの筋状の盛り上がりがある。後部円甲板は滑らかで、 やや外側に広がり反り上がる。復興は小型で十字型。俗名、スターウーティペスは十字型で復興の形状に由来すると思われる。胸甲板と復興板の間に蝶つ害を持つ。この蝶つ害は内側に締まり蓋をするためのものではなく、逆に外側に開くことで口を開けながら、警部を収納することができ、相手を威嚇しながら防御をするのに役立つ。 橋は、縦幅が短いが横幅が長く、液化甲板と、素形甲板は大型で互いに大部分が接する。復興の色彩は、炭光色や明灰色。頭部は大型で、噴炭は突出する。噴炭は水面に突き出して呼吸したり、低質に突っ込み獲物を探すのに適している。下顎には2本のヒゲ状突起がある。獅子には、爪と水かきが発達する。 獅子や尾の基部には、棘状の鱗があり、尾の背面には二列になった棘状の鱗が並ぶ。幼体の廃校は扁平だが、成長に伴い、高高が盛り上がる。低地にある低質が泥で、水草が繁茂する、流れの緩やかな河川や、湖、地層、湿地等に生息する。植生は、動物食傾向の強い雑食で、魚類、両生類、小型のメ、昆虫類、 甲殻類、貝類、果実、種子等を食べる。下海を動かし喉を膨らませることで口内に陰圧を作り食物を水ごと吸引し、硬い食物であれば強力な顎で粉砕して食べる。繁殖形態は乱生。生鮮食体を持ち死ゆは発生時の温度に左右されない。生息地では食用とされることもある。開発による生息地の破壊。 水質汚染、食用やペット用の卵獲等により生息数は減少している。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。以前は野生個体のみが稀に流通し、価格も高価だった。近年は欧米や日本国内での飼育か繁殖個体も流通するようになり、流通量が増えたため価格も低落した。 強調性が悪い上に大型で顎の力が強いため、基本的に単独で飼育する。大型で生態は顎の力も強力なので、飼育の際には噛まれないように注意が必要。ベアタンクやアクアリウム、またはアクアテラリウムで飼育される。そこ素直しく場合もあるが、雑菌の温床となったり誤飲する可能性があるため敬遠されることもある。野生個体は、 極端な変色をする個体が見られたが、主に流通する繁殖個体は人工飼料や乾燥飼料にも餌付いていることが多い。また肥満しやすい傾向があるため水量を増やして運動できる範囲を広げたり餌の量を制限する必要がある。ありがとうございます。